カルチャーラジオ人間を考える人間へのメッセージ第1回今回は京都大学総長で霊長類学者の山際十一さんにお話しいただきますなおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものですあの10月1日から京都大学の総長に任命されまして 就任した当時はですねまあこれまでゴリラの後ばっかり追いかけてきて一体これで総長が務まるんだろうかって私も心配だったし周囲も心配だったと思うんですがこう見渡してみるとですね大学っていうのはアフリカのジャングルとよく似てますまあ猛獣がすごくたくさんいてですね多種多様ですそれをまあ一律にせずに多様なままその能力を引き出すことが総長の役目かなと思ってますんで まあ何とかやっていけるかなとちょっと今思い始めているところですでその、まあ、ジャングルの猛獣たちの中に人間というのも入っているわけですけど人間というのはねずっと人間だったわけじゃありません何者かから徐々に進化を遂げてきたわけですで私たちが現在で使っている能力というのはそれぞれの時代の要請に基づいてあるいはその環境の変化に基づいて生まれてきたものです例えば 手手はです、ね、非常に今私たち器用な手を持ってますよねパソコンを叩くピアノの鍵盤を叩くでもこの指は決してパソコンを叩くために進化をしたわけじゃありません何か別の目的のため多分あの柔らかいフルーツをです、ね、手で確かめながら食べるために進化したんだと思うんですけどそれを今別の目的のために使っているわけですよねそれは人間の体の仕組みばかりではありません人間の心やあるいは社会も 今ののの私たたちの現代生生活に適応しててまれてきたわけでではないですもっと別の社会や別の問題に直面して私たちは今の社会や心を作り出したんですねそれを知るためには人間に近いゴリラやチンパンジーやオランウータンというですね類似炎の社会や行動を見る必要があるわけですねそれが私たちの学問ですでその前提となるお話をしますが まずです、ね、私たち人間というのはゴリラやチンパンジーやオラウンウータンと一緒にヒトという分類群にいます重要なのはサルとゴリラの違いよりもゴリラと人間の違いの方が小さいということなんですね私たちももゴリラも同じく猿とは違う存在なんです。これをヒトというんですがダーウィンの進化論というのは昔共通の祖先がいてそれから順を追って分岐をしていろんな種に分かれたという話ですよね 猿はずっと前に別れました。ゴリラやチンパンジーは最近になって人間と別れましただから人間とゴリラは猿と人間よりも猿とゴリラよりも近いということなんですねじゃあ猿と我々人間やゴリラとの間にどういう違いがあるのかもちろん形態上の違いはあるでしょうでも今日のお話は社会や人の心ですから行動の話をしましょうその典型的なのが食物を食べる時に現れる違いです 私たち人間毎日毎日食事をとりますけどねこれは肉食動物だったら毎日食事をとる必要ないんですよねでもやっぱり遠くたどればサルの子孫ですからサルと同じ共通祖先を持っていますからあの毎日毎日3度食事をとらなくちゃいけないそういう胃腸の構造をしてるわけですねだから毎日食べるということはサルにとっても人間にとっても大きな関心事です1週間に1度食べればいいってわけじゃないんですよだから誰と いつ、どのようにして何を食べるかっていうのが猿も人間も共通の関心事ですで特に群れを作って生きる猿や人間にとっては誰と食べるかどのようにして食べるかっていうのが非常に重要になりますよねそこに大きな違いが現れるわけですニホンザルを例にとってみましょうニホンザルは餌を間に置いて両方が一緒に手を伸ばすということはありえません両方手を伸ばしたら喧嘩になっちゃうんですねだから 弱い方の猿が手を引っ込めますで尻尾を上げて強そうな態度を示している強い猿がやってきてその餌を独占しますその時に強い猿は相手の顔をじ,じっと見つめて「お前俺に挑戦するか」っていうふうにこう相手にシグナルを送るわけですねそうすると弱い方の猿は歯茎をむき出してニッと笑うこれグリメースっていう顔の表情なんですが「私はあなたと戦う気持ちはありません私はあなたより弱いです」っていうふうに言うわけですね つまりリホンザルは瞬時のうちに勝ち負けを決めてしまって勝った方が餌を横取りするあるいは独占するという社会的なルールを設けているわけですだからサルはいつも相手と自分のどちらが強いか弱いかということをよくわきまえて行動しています強いサルの前では遠慮弱いサルの前では堂々と自分の権利を主張しますそういう社会なんですねだからリホンザルにとっては自分と相手だけではなくて 相手同士ののどちらが強いか弱いかも、自分の利益を図る重要な指標になにります。例えば真ん中の猿が一番弱い目の前に自分より強い猿がいるから餌に手が出せないでもふと右を見ると目の前の猿よりも強い猿がやってくるこれは使めだっていうんで助けを求めるわけですね日本猿の社会では強い猿は自分の目の前で自分より弱い猿が強そうな態度を示してくれると自分の権威がけがされるんでそれをまず追っかけます そうすると真ん中の一番弱いはずの猿がまんまと餌をせしめることができるといことになるわけですねこれが猿自衛です <laughs> 皆さんあの私もこういうことをやるわっていう人手を挙げてください <laughs> あ誰もいないですかあ言いますよね人間でもやるんですよでもこそれを見るとなんかちょっと癒やしいなって思ったり卑怯だなって思ったりしませんか実はねここに大きな違いが猿と類人猿の間にあるんです これはボノボというチンパンジーの仲間そしてゴリラ私が研究しているゴリラの食物を介する行動です私たち人間はこっちの方に属しているんですよ今左側のボノボはですね里切り持ってますね右端のボノボが強いボノボなんです自分で餌を独占しようとして持ってますところがそこに子連れのお母さんがやってきたこれはオスより弱いです でも手を差し出してちょうだいっていうとこの餌が渡りますこれを分配行動というんですねもう背中の方にいる子どもはでに分けてもらって食べてますだからボノボの社会では日本猿ザルと全く真逆に弱い方の立場のものが強い方の立場のものに餌の分配要求するんですねそれを断りきれない餌を持っている強い方のボノボはね で右側の写真もこれゴリラなんですけども同じことが起こってます2 0 0キロを超える背中の白い大きなオスこれをシルバーバックというんですがこれが今おいしい木の皮を食べてますそこに子供がやってきてその食べている木の皮とそのオスゴリラの顔を交互にのぞき込むわけですねそうそうその圧力に要求に耐えかねてその場所を譲ってやるここでも弱い方の立場の者が餌の餌場を 譲り渡すことを要求して強い方の立場の者がそれを譲るということが起こりますこれ全く猿とは違うんです私たち人間はこっちの方に属しているわけですねあのこれはチンパンジーです今真ん中のチンパンジーこれ大きなオスなんですが肉を持ってますその周りにおばさんチンパンジーとぐるりと囲んでその肉の分配をせがんでいますそうオスはその要求にこうしきれないんですね本当は自分一人で食べたいんだけど あの譲らないとおばあさんがしつこく追っかけてくるからこれはダメだっていうんで分配しますその結果なんか私たちが見慣れた光景がここに出てると思いませんかつまり丸くなって向き合いながら一緒に同じものを食べるっていう光景です日本皿ではこういう光景生まれないんですよ強い猿が独占しちゃいますからでもチンパンジーでもゴリラでもボノボでもこういう光景が生まれるつまり人間の食事と同じような光景が生まれるわけです 私たちもこれ毎日ここうういうことをしてるわけですね。そもそも対面するっていうのは猿では相手に対する脅しになりますだから相手の顔を見つめるのは強い猿の特権になります弱い方は見つめられたらちょっと視線をそらさないといけないあるいはニッと笑って反響を見せてちょうど笑ったような顔をしなくちゃいけないわけですねところがゴリラでもチンパンジーでもオランウータンでも人間でもこうやって 対面すするってことこは不平気で起こりますしかもお互い顔は非常に平静な顔です。どちらかがこう私弱いですよと言ってないですよね。だから対面するというのは決して類人猿では脅しではないんです。威嚇ではないんです。非常にいろんな意味を含んでます。で実はね私ゴリラにずっと顔を見つめられた経験があるんですよ。でそれまで私は日本猿の研究をしてましたから。 猿から見つめられたら、まあ、視線を反らさなくちゃいけないっていう習慣を持ってましたそうしないと戦いになっちゃいますからね猿に攻撃される恐れがあるだからゴリラにこう見つめられた時に顔をこう伏せてたわけですそしたらゴリラがずっと私の顔の真ん前に回り込んできてまた顔を見つめるわけですね私はだから逆にまた目をそらすと今度またこっちに回り込んできて顔を見るすごく執よに顔を見られたでずっと私は下を向いてたんですがそのオスゴリラがちょっと不満そうにね後ずさりして胸を叩いたわけです これはちょっと不満の表明なんですねあ、これはちょっと日本のザラと違うのかなと思いましたそれでその後ずっとゴリラの行動をつぶさんに観察してみたらゴリラ同士でもこれやってることに気がついたこれあの挨拶です顔と顔とをこう面と向かい合わせるのゴリラの挨拶それから喧嘩が起こって第三者がそれを仲裁するときに喧嘩を起こした当事者にずーっと顔を近づけていってなだめます これは仲,裁行動仲直り行動ですねこういう時に顔を近づけるわけですで日本に帰ってきてね私日本モンキーセンターってとこに勤めたんですけどもそこに、まあ、動物園があってチンパンジーが飼われてたチンパンジー見てみたらね全く同じことやってるんですでこれね見てて2つのことを思いましたああ人間もやってるなあっていうこととそれから人間とはちょっとちゃうなあということですそう思いません 私たちこんなに顔近づけないですよね顔近づけたらちょっと不気味な感じがしてきますよねで、人間も対面するんですよ皆さんよくあの今日朝起きてから何回人と対面したかを数えてみてくださいすごいたくさんの人と対面しているはずですでも対面するときにちょっと距離を置くんですね人間というのはこうやって机を介在させるのが非常に安心できる距離です でこれあの食事をしているときあるいは会話をしているときにこうやって向かい合うことが多いんですけれど実は会話をするために向かい合っているんでしょうかあるいは食事をするために向かい合っているんでしょうか会話というのは言葉を交わすわけですね言葉というのは意味を伝えますでもしその意味だけを伝え合いたいんだったらば決して向き合う必要ないですよね後ろを向き合っってて話ししたっていいし 全然違う方向を見て話しててもいいわけでしょ。声聞こえるわけですから。まあ事実最近の若者は近くにいても携帯で話をするというよくありますよね。で、食事をする時もそうです。もし栄養補給のために食べてるんだったらば向かい合う必要ないですよね。並んで食べてもいいし後ろを向き合って食べてもいい。最近は孤食が増えましたから、あの人と向き合わないで食事をすることが多くなりましたけれど、でもなんか向かい合って喋ったり向かい合って食事をしたりするのが まあ正式ななよような気がしますよね特に我々の世代はそうですじゃなんでだろうと考えたら実は面白いことが分かりました猿の目と人間の目類似猿の目と人間の目を比べてみたら人間の目だけ際立って違うんです猿と比べても違うし類似猿と比べても違いますよね人間の目ってね何が違うと思います白目なんですこの白目がくせ者なんですよ 私たちはこの白目を見るために向かい合っていると言っても過言ではないかもしれません白目がちょっと動くだけで相手の内面の動きがモニターできるわけですねどういう白目の動き方が相手の気持ちを表しているのかということは分かりません正確に表現できないでも我々はそれを感じ取っているはずですそれが必要なんですよ言葉を伝えているだけでも相手が自分の言葉をどう聞き取ってくれているのか 相手が自分に対してどういう感情を抱きどういう自分の評価をしてくれているのかって気になるわけですねそれを目から読み取るってことをやってるわけです食事というのはおいしいものを食べながら食べ物とは全く違う話題を話し合ってるわけですね私たちは会話と食事というのを両立させてるなおかつその上さらに目というものを使ってコミュニケーションを取ってるわけですそういう情報が必要だから面と向かうわけですだから 人間というのは信頼関係を構築する時あるいは相手を評価したいときに必ず面接をします顔を見ないとダメなんですねいろんな課題を相手に問いかけてそれに対して言葉だけではなくてどういう態度を取るかということを目から受け取っているわけです対面というのは非常に重要な人間のコミュニケーションの手段だと思います実は私たちは言葉なしに暮らすことはできません今 人間世界どこへ行ってもも言葉というものがありますでも言葉というのは実はですね人類の進化の中では非常に新しい道具なんですね実は言葉が発明されるのは今から数万年前まあせいぜい遡っても十数万年前だろうと言われていますでも人間の脳が完成されるのは60万年前から40万年前なんです言葉が出てくるよりずっと前ですこれって面白いと思いません 多分皆さご誤解してると思いますよ言葉を使うために脳は大きくなったと思ってらっしゃる方が多いと思いますでもそうじゃないです逆なんですね脳がが大きくなったた結果言葉というものが生まれたんですしかもじゃあ人間の体や心や社会というのは言葉と一緒に生まれたんだろうかと思ったらそうじゃないですね逆に人間の心や社会や体というのは言葉が発明されるよりずっと前にできていたんですその上で 言葉というのが今私たちの世界に降って湧いてきたんですだから、まあ、極端なことを言ってしまうと言葉というのは人間にとって新しい道具だからまだ使い慣れていない言うならばすごく安っぽい道具なんです信頼を作るには適していないです信頼を作るためには他のコミュニケーションのツール他の五感を使う必要があるかもしれない視線ですとかあるいは嗅覚触覚といったものを使ったコミュニケーション 法要とか、ね、同じものを食べるとかね嗅覚や味覚を共有することの方が信頼関係を作るのに役立っているかもしれない言葉っていうのはあの人間にとってはすごく便利な道具なんだけども逆に裏切る道具でもあるわけですね信頼関係ができていると思うと裏切られたりするわけでしょそういう、まあ、ものなんだろうと思いますじゃあ人間のその最初に 手にした人間らしい特徴って何だろうかって言ったら立ってでで歩くことでしたもう700万年前から立って二足で歩き始めていたという証拠が化石から上がっていますじゃあ一体二足で立って何をしていたんだってことになるわけですね実はその当時まだ人間の脳はチンパンジー並みでした 350cc から 500cc しかなかったそしてその後剣士が縮小して石器の使用が始まります 石器の最初の証拠というのが260万年前ずっと後なんですねそして200万年前にやっと脳がちょっとずつ大きくなり始めます実に二足歩行を始めてから脳が大きくなるまで500万年間もかかってるわけですよそれからだんだんと人間らしい特徴が急速に現れますまあ火を使ったり宗教が出たりじゃあね人間の脳が大きくなった理由って何だろうか言葉じゃなかったじゃあ何だろうかって思うんですね でこれあの80年代からいろんな人が調べました人間以外の人間に近いこれ霊長類っていうんですけども猿や類人猿のいろんな行動と脳特に脳が大きくなった理由っていうのは大脳といいましてね脳の中に新皮質と呼ばれる部分がありますこの新皮質の部分が大きくなったせいなんですじゃあその割合を人間以外の霊長類と比べてみて彼らの持っているさまざまな行動パラメータと 比較してみたらどういうことが分かるかとやってみたらですねどれもいい相関を取れなかった例えば道具を使う猿っているわけですけどもチンパンジーもいるわけですがそれと脳の大きさはほとんど関係がないあるいは食べ物と関係があるのかあのね得るのにすごくテクニックがいるようなあの餌がありますよね昆虫とかあるいは果実もそうですけどもそういうものと脳の大きさも相関しなかった唯一相関したのは実は群れの大きさだったんです 平均的な群れのサイズというのが大きければ大きいほど脳に占める新皮質の割合が高いことが分かったこれってすすごく面白いですよねつまり人間の脳も社会脳として進化をしたと思われるわけです社会脳って一体何だっていうとそれぞれの人に対して違う付き合いをしていれば それごとにに記憶力力や応用力が必要になりますそのために脳は発達したと考えた方が妥当だということになるわけですねおそらく人間の脳は言葉を発明するずっと以前に集団の規模をだんだん大きくしていってでそれぞれの仲間に対して違う付き合い方をしてつまり社会関係を複雑化させてそれをきちんと維持しマネージするために大きくなったんだと脳はね。 そういうふうに考えた方がどうも真っ当だということになりますでじゃあ人間の脳は徐々に多くなってきましたけれどもその脳の大きさはどれぐらいの集団規模に匹敵するのかというのを考えてみましょう350万年前に生きていたオーストララピテクスアファレンシスというあのエンジンがいますこのエンジンの脳はまだチンパンジー並みでしたで200万年前ぐらいにホモ・ハビリスという最初の直系人類の祖先が 登場して、その脳が六百 c. C. を超えました。で、その時に、大体三十人から六十人ぐらいになったというふうに考えられます。つまり、六百 c. C. ぐらいの脳というのは、大体三十人ぐらいの集団に匹敵するわけですね。で、さらにホモエレクトスが出てきて、脳の大きさは八百 c. C. から千 c. C. になります。そうそうそれは七十人ぐらい。そして、だんだん大きくなって、現代人に近づくと七十人。そして、現代人の千四百 c. C. という脳の大きさは。 160人という集団の規模に適当だととといいううことがわかります160人というのは実はマジックナンバーと言われてましてね、まあ、農業に頼らないあるいは家畜に頼らないで生活をしている人たちのことを狩猟採集民と言いますつまり自然の恵みをそのままに利用して生きている人たちですあの、まあ、そういう生活があの人類の進化の中でずっと続いてきたと言われているわけですがその人たちの平均的な集団サイズはだいたい150人ぐらいだと言われています つまりなんです、ね、それは人間が言葉を作り出す以前に出来上がった社会の姿を表しているのではないかということなんですね。でよくよく考えてみると私たちの現代生活の中にもこういういくつかの規模の集団を持っています例えば10人から15人の集団というのを考えてください。これはどういう集団だと思いますサッカーイレブンですよね ラグビーでですす。よね。ちょうどこの規模なんですスポーツをやるときの集団の最大値がこれですでスポーツをやるときって皆さん言葉を交わしますか声は掛け合うでも言葉でくどくどとプレー中に説明していくことなんてできませんよねそれは毎日毎日フェイストゥーフェースの顔を付き合わせて付き合って一生懸命練習してるから仲間の癖行動のパターンよく頭の中に入ってるわけですだから仲間がこういうプレーをすれば 自分もこういうプレーをしよう相手がちょっと目クバスをすれば自分に何を望んでいるかが分かる自分がこう行動すれば相手がこう反応してくれるっていうのが頭の中にもう描けてるわけですねそういうのが私たちにとって共鳴できる集団なんですだからこれを共鳴集団と言いますこれは言ってしまえば家族の集団ですね大体10人から15人規模まあ昔は大家族で住んでましたからそのくらいいるわけですよ今みたいなの家族じゃないですから でそういうい家族の中では毎日言葉を交わさなくても「あ」あとか「う」とか言うだけで挨拶になってで顔を見れば気分が分かるそういう仲間なんですねでその上の30人これなんだと思いますこれは1クラスの数なんですよクラスの生徒たち30人から50人ですよねこの子たちはやはり毎日毎日顔を合わしてるからあの1人かければ分かるわけですね で誰かが何かをしようって言ったらやろうやろうって言ってみんなでまとまれるそのくらいの数なんですだから例えば宗教の布教集団もこのくらいの数ですあるいは軍隊の中隊規模ですねこういうのが何か意思統一が図れるような規模の集団ですでその上さらに100人から150人というのは私は年賀状を書こうと思った時に思い浮かべられる数というふうに思ってるんですけどつまり名前と顔が一致する。あ誰かに 友達に書きたいなと思った時に「あああの人あの人あの人」あの人あの人って顔が思い浮かべられる限界がこの150人なんじゃないかつまりまあ信頼関係のずっと保てるような仲間の範囲ですねそれを私たちは言葉を発明する前に作り上げたんじゃないかでもその中にはこういう10人から15人規模の家族的な集団もあり30人から50人ぐらい一統一の図れる集団もありそれが複合して150人になってるわけです。私たちはいまだに 信頼できる集団の規模として150人160人ぐらいのものしか持ってないんですよじゃあ言葉はどうしたんだって言ったらそれをこういった広がりの人間を覚えておくための手段ですねそれにはシンボルが必要なんですあの会社の人あるいは150人の中に入る人の友達あるいはある地域あそこであった人みたいな何か補助シンボルが必要なわけですつまり名札タグが必要なわけですね そういう人たちを広げることによって私たちは付き合う範囲を広げましたでもそれは無条件に信頼できる人たちの広がりではありませんじゃあその人たちのつながりというのはどんなコミュニケーションによって保たれていたのだろうかこれが私の最大の疑問なんです共鳴集団があります10人から15人ぐらいでその外に多分言葉ではない音楽的なコミュニケーションによって成り立つ集団があったんだろうと思いますそして それは30人から160人ですね。そしてそれを超えると言葉が必要になったということなんではないだろうかその時にやはり猿とゴリラというのを比べる必要があるんですよ共感という能力があります共感というのは相手の感じていることが分かるという能力なんですねこれは猿にもありますネズミにもありますただ同情というのは相手が困っている 何かをして助けてあげたいと思う気持ちは、それプラス何かがなければ起こりません。我々人間はその同情という感情が非常に発達しているわけですね。で、まさに猿とゴリラを分けるのはこの感情なんです。共感というのは猿にもゴリラにもあります。でも猿は、例えば母親でもですね、子供が悲鳴をあげれば、その子供が何に怯えているかが分かるから助けようとする。でも悲鳴を上げなければ、子供が例えば何か蛇が来るのを見てて、 危ななないいいとと思うきにこれ助けんんですね分かんないからつまり自分が持っている知識を子ども持ってると思ってるわけですね猿はだからそこで子どもが怯えなければ助けられないので子どもはそこで死んでしまいますゴリラは自分の持っている知識を子どもが持ってないことはわかるので例えば階段から落ちそうになっている子どもあのあらかじめ予防的に手を差し伸べて助けようとしますこれが同情の始まりですねこれを社会的行動まあ アザーケアリングビヘイビアっていうふうに言うんですけどもそういう行動が類似炎になると途端に頻繁に出てきますされてほとんど起こらない人間はそれを最も頻繁にやる動物なんです相手が望んでもいないのに助けますからねおせっかいな動物でこれねなんで出てきたんだろうかと思うんですねで実はね私突拍子もないことなんですが言うようですけども勝つ論理と負けない論理っていう 脳を立ててみましたでこれは構えで決まる話なんですねさっきの日本ルは勝つ論理です勝敗を決めてしまって弱い方が引き下がるこれはヒヒもそうなんですヒヒも日本ルの仲間で猿と言っていいこれは2頭が出会えばどちらかが一方が弱いという態度を表明して強い勝った方が全てを独占するだから喧嘩は起こらない実はこれすごく経済的なやり方なんですよトラブルを起こす必要ないですから 初めから勝敗が決まってるんででもゴリラは勝敗を決めないんですつまり勝ちを作らないだからみんなで戻って負けそうなやつを助けますだから勝者ができないでこれは負けない論理なんですねあの体の大きさが違ってもですね決して負けるような態度をとりませんこれは構えの美学だと思うんですけれども負けないでもねよくよく考えてみたら負けないでいることっていうのは勝つこととは違うんですよ我々人間はそれを今度今し始めています 人間の子供は負けず嫌いです、仲間に負けたくないという気持ちが非常に旺盛にある、でもそれを見て親は、ですねあこの子は勝ちたいと思ってるんだと思って勝たせます、そうすると、味方がいない場面で、その子に勝たしてしまったら、その子はどんどん孤独になっています、なぜならば、勝つためには相手を押しのけて、屈服させなくちゃいけないわけですよ、人間社会には、猿のように、ですね初めから勝ち負けを作ってなんてことは起こりません。 だから、勝った途端に子供はどんどん孤独になっていく仲間を失うわけですね屈服しちゃってみんな離れちゃうからでも負け前でいることのゴールっていうのは相手と対等な位置にいくってことなんですね相手に勝つ必要はないだから仲間は逃げませんただしトラブルはずっと持続しますからその当事者だけでは解決できないことが多いだから第三者が間に入ってまあまあと言ってメンツを取り持つ必要があるわけですねそれがゴリラの社会です 私たちちのの社会はルーツとしててそっちの方から来てるんだと思いますだからみんな負けず嫌いなんです負けるの嫌いでもどっかで勝つことが好きになったでそれはまあ結論を先取りするようですが人間が猿の社会にどんどん戻り始めてるっていうことなんだと思うんですそれが今日の主題ねで人間の社会が負けず嫌いだっていうね証拠をお見せしますこれはゴリラのオスがディスプレイをしているところです胸叩き でこの胸たたきという行動は相手と対等に渡り合うというところで出て,出てくるわけですね。自己主張です自己主張のゴリラは大好きでただしこの胸たたきは相手と戦うという宣言ではありませんお互いに距離を置いてお互いの主張をし合うということなんですねこれチンパンジーですがこれも二足で立って棒を振り上げてます正面を向いてますねこれも優位なあのチンパンジーがその仲間に向かって自分の地位を主張している行為です ただしこれは戦うわけじゃありません自分の,あの社会的地位を主張しているわけですね実はねこれ見てください歌舞伎の見えですよねこれそっくりなんですよほら <laughs> そっくりなんですよ二足で立って胸を張って肩をいからして顎を引いてっていうね同じなんですよで三つの違う種類の類人猿人間が 長い進化の時を経て同じような姿勢にたどり着いたというのはもちろん形態が似てるということはあるでしょうだけど社会が求めるものが似てるっていうふうに解釈してもいいんじゃないかつまり社会がオス男に求める美しさが似てるわけですねでこういう態度を示す男やオスをおーと言って迎えるわけですよメスや子供たちがあるいはオスも迎えるわけですよこれは最も美しい行動です歌舞伎というのは日本では江戸時代の前期に 作り上げられた日本が誇る伝統文化の粋ですよねでこの時にゴリラは日本にやってきたわけじゃありませんだから歌舞伎はゴリラを真似たわけじゃないんですよそれぞれ独立に作り上げられた一方は文化一方は身体的な構えとして作り上げられたでも同じようにそれが結晶しているというのは社会が求めるオスや男のあり方が似てるってことに他ならないと思いますこれは解説しませんがこれも一緒なんです相撲 これも、最も美しい男の姿ですよね。ゴリラも同じ姿をします。でね、なんで相撲でこうやってね、ナックルでこうつくのかっていう。しかも塩をあ放り投げてね、こう柏で打つわけですよ。まっくゴリラそっくりですよ。ゴリラはこう柏で打つからに胸を叩きますからね。しかもゴリラは戦わない。相撲はスポーツですから、その立ち合いを決める行事ってのがいます。 それは男の美しいい立ち会いを演出すす。るための装置ですしかも行事が勝敗を決めますこれは、ね、すごく意味深だと僕は思います行事というのは双方の相撲の力士でよっぽど小さな弱い姿をしているわけですねこれはスポーツというのがルールによって決まるということをきちんと具現化しているわけですよ仲裁者は小さくていい、ね、両方がメンツを持ってきちんともちろん勝敗をつくからこれはスポーツですからでもお互い闘志なんだ ということをあの誇りを持って示するようなあのものを演出しているわけです。これはゴリラの世界と全く一緒です。で、自己主張とメンツを重んじる社会というのはですね、これ難しいんです、主張しなければ認めてもらえませんから、主張するんです、でも主張しすぎると敵を作っちゃいます、で安梅というのが必要なわけですね、で皆さんもおそらくそういう安梅をよく心得て大人になってます、この社会を生き抜いてきてます。でそのためには 相手の気持ちや相手の考えというものをよく推し量る必要があるわけです。このくらいやったら相手は傷つくだろう。このくらいやったら相手は怒るだろう。でもそこまでやんなければやっぱり相手も分かってくれないよねっていうことをこう自分の頭で感じながらそしてその場所の雰囲気を読みながら相手だけじゃありません周囲の雰囲気というものをよく読みながら自分の行動を演出しているわけですね。これは共感という周りや相手の 気持ちを読む力がななければでできないことですだから私たちはそういう社会を作りながら共感能力を発展させてきたんですでも人間はですねそれはなぜってことになるんですが実はですね結論を先取りして言えばそれは人間が熱帯雨林を離れてサバンナに進出してからですね 子どもの育て方を変えてみんなで一緒に子どもを育てるという方法を編み出しそこで教職を高めながらつまり植物の分配をさらに教職に高めながら共同意識を持った集団を作り上げてきた結果なんだろうと思いますで、それを一つ一つ説明していこうと思いますで実はね、ゴリラの子育てと人間の子育てを比べてみるととっても面白いことがわかります人間ってなんてこんな不思議な子育てをしているんだろう ということなんですよゴリラというのはですね小さく分で多く育つということをやりますゴリラのオスの体重は200キロを超えますメスも100キロ超えることがあるんですね人間なかなか超えませんよねでもゴリラは生まれる時の体重は1.8キログラムぐらいです非常に小さいだから小さく分で多く育つんですで、3年ぐらいオちを吸います4年ぐらい落ちを吸うことがあります人間の子供ってすぐ落ちを吸うのやめちゃいますよね お母さんんは1年間赤ん坊を腕の中から離しません片時も赤ちゃんは泣きません泣く必要がないからですで離乳を始める頃になるとお母さんは今度子供をお父さんのそばに持ってきますそこに置き去りにするんですねで子供は最初お母さんがいないことを不安に思って辺りをきょろきょろ見渡しますでもこういったお父さんの周りにはですねたくさんの子供が群れてます年上の子供に誘われて 遊び始めますでだんだん強いお父さんに憧れてお父さんの後をついて歩くようになるそしてお父さんは非常にに上手子どういうふうに上手にかって言ったら弱い方を助ける攻撃した方をいさめるということをします決してエコひいきをしないだから小さな子どもでも対等に年上の子どもと付き合えるわけですね だからますますお父さんは慕われて子どもたちはお父さんの周りに群がるということになりますだからお父さんはまるで保育士さんのように遊び相手になり監督をしそして保護をするという役割を背負うわけですねそうするとだんだんお母さんは子どもから離れることができます非常にあっさりと子離れをゴリラのメスはすることができるわけですねでねこういったゴリラを私は長年研究をしてきてゴリラの群れの中に入ってゴリラのように振る舞いながら ゴリラの目になって、そして逆に人間の世界を逆投射してみると、とっても不思議なことが分かりました。まず人間は大きな赤ちゃんを産みます。3キロ超える赤ちゃんを産むんですよ。なんでこんな大きな赤ちゃんを産むの赤ちゃんよく泣きます。赤ちゃんよく笑います。そして大きな赤ちゃんだから成長してるのかと思ったら、すごい日和でお母さんに捕まらないんですよね。しかもそんなに日和なのにかかわらず、血まだれが早いんです。1年ぐらいで落ちるのやめちゃうんですよ。 でそんなに早く父のならするにもかからずっと成長するのが遅いなんかとてもアンバランスな成長の仕方をすると思いませんかこれ不思議ですよねでちょっとそれをオランウータンゴリラチンパンジーと比べてみました生活史といいますが生活史というのは個体の一生の間に起こる成長と繁殖のスケジューリングですでオランウータンは実は乳児期 まあまあ、例えば乳児期というのはお乳を吸ってる期間ですね少年期というのはお乳を吸わなくて離乳してしまって大人と同じものを食べてる期間ですそして成年期というのは繁殖をしている期間ですで老年期というのは繁殖から引退をした期間これみんなありますでもなんか人間だけ変な期間が紛れ込んでるんですね子供期 そして青年期青年期というのは青い年と書く青年期ですアドレスセンスと言いますけどねでまず乳児期の長さが類似園によって違いますオラウンウータンが一番長いお乳を7年間も吸ってるんですオラウンウータンはチンパンジーは5年ゴリラは3年から4年お乳を吸います人間が一番短いでも離乳したからといって人間の場合は大人と同じものが食べられるわけではありませんまだ乳児です類似園は離乳した時にすでに永久歯が生えてきていて 大人と同じ硬いものを食べることができます。でも人間の赤ちゃんはですね、離乳しても六歳までは乳歯ですから硬いものを食べられません。まあ今文明社会ですから柔らかい離乳食もあるし調理をすれば硬いものも柔らかにすることができます。だから離乳食にはこだからない。でも農業が出てくる以前は自然のものをそのまま食べてたわけですからこれはこの時期の子供たちに特別食べられるものを運んできてやらなければならなかったと思います。柔らかい果実とかね。 それはすごい負担がかかったはずですよね多分お母さん一人ではできなかったと思いますそしてもう一つ人間の子どもは繁殖能力がついても繁殖に参加をしない時期がありますこれをアドレスセンステライル、まあ、あるいは思春期スパートと言います思春期と言いますこの思春期は、まあ、ゴリラやオランウタやチンパンジーにも多少あることは分かっているんですがはっきりあるのは人間だけですなぜこれがあるんだろうそしてもう一つ繁殖能力が失われても 人間は20年30年生きるわけですよオラウンウータンチンパンジーゴリラはだいたい繁殖の終わりが寿命の終わりです。人間ななんんんでこんな老年期が伸びたんだろうという話ですよね。でこの3つの人間だけに特殊な時期というのは多分関連し合いながら人間の進化の中に登場してきたんだろうというのが私の説です。子供期青年期老年期年年老というものが人間の生活史には明確にある。じゃあなんで 乳児期がこんなに短いんだろうかなぜ人間の赤ちゃんはまだ乳児のうちに離乳しちゃうんだろうかこれは多分ずっと古い時代にさかのぼると思います今の類人猿オランウータンもチンパンジーもゴリラもずっと湿ってあったかい熱帯雨林で暮らしてきましたそこを離れたことはないでも人間の祖先は何度も熱帯雨林を離れてそして広い範囲に地球上に散らばりました だから熱帯雨林が出るってことが人類の進化の一番最初の一歩だったと思いますその時に実は大変なことに直面したはずなんですねそれは熱帯林というのは年がら年中豊富な植物に満ちています緑色の葉っぱは一年中絶えないし果実もずっと実ってますよねでも熱帯林を離れるとそういう植物がありませんだから広い範囲を探し回って人類は植物をかき集めなくちゃならなくなった これが一つの大きな課題です。もう一つの課題は、今の類人は夜眠る時は木の上に登ります。木の上って安全な場所なんですね。木の上にベッドを作って眠るんですよ。ところが、熱帯林を離れると木がありません。地上性の肉食獣がうよいよしてます。人類が進化したな600万年、700万年前というのは、今のライオンより1.5倍ぐらい大きなライオンや、犬種猫や、今のハイエナの2倍ぐらいあるでっかい肉食獣がたくさんいました。 だから今よりももっともっと危険な状態だったんですねそこで人類の祖先は生きながられなくちゃいけなかったわけですですから肉食獣から身を守る安全な場所を探さなくちゃいけなかったでもおそらくそんな安全な場所に隠れていては食物を探せませんからやはり危険に立ち向かわなくてはならなかったでしょうそして肉食獣は大人ではなくて幼児を狙います今の肉食獣もそうなんですけどねそうすると幼児がたくさん餌食になったはずです それをカバーするためにたくさん子供を産まなくちゃならなかっただから多産になったということが実は人間の赤ちゃんが早く離乳するという理由なんですなぜか哺乳類が多産になるにはたくさん子供を作るには二つ方法があります一つは一度にたくさんの子供を産む方法イノシシなんか八頭九頭という子供を産ますよねでもう一つは短期間に何度も子供を産む方法ですそのためにはお母さんがおっぱいを止めなくちゃいけないんです お母さんのおっぱいを止めるには赤ちゃんをおっぱいから引き離すのが一番いい方法なんですねだから初期の人類は意識的なのかあるいは無意識なのか分かりませんが赤ん坊をお母さんから早く引き取るということを始めたいに違いないですお乳をやっているとお乳の酸性を促すプロラクチンというホルモンが出てこのホルモンは排卵を抑制しますですから次の子供を産む準備ができない赤ちゃんがおっぱいを吸わなくなるとお乳は大体いい2週間で止まりますそうするとプロラクチンも 分泌ししななくなって排卵が回復します次の子供を産む準備ができるそういうことを初期の人類はやったんだと思いますねでおそらく食物の分散と捕食者の脅威に立ち向かうために直接二足歩行をして食物を手で持って安全な場所に運んで仲間と一緒に食べるということを始めそして多産ととといいうことを実現したんだと思いますただ重要なことはそれからずっと後になって脳が大きくなり始めたということなんですよ。 ここに、次の青年期の秘密が隠されています。実は、直立に速歩行をすることによって、まず、なぜ3キロを超える赤ちゃんを産む必要があるのかということです。これは、人間の赤ちゃんは脳を急速に発達させる必要があるからです。人間の赤ちゃんの体重の重さというのは、脂肪の多さなんですね。人間の赤ちゃんは、たくさんの脂肪にくるまれて生まれていきます。 で体脂肪率が15%から25%もありますこれは類似園の赤ちゃんの約5倍ありますそれは脳の成長を助けるためなんですね人間の赤ちゃんは生まれてから1年で脳が2倍になります5歳までに脳は大人の脳の90%になりますそれでも成長を止めずに12歳から16歳ぐらいまで成長を続けるんですね3段階で成長するところがゴリラはですねたった1段階です ゴリラの赤ちゃんの脳は人間の赤ちゃんの脳とあんまり変わりません。生まれたときはね。でも4歳までに2倍になって大人の脳の大きさに達してそれで終わりです。でもさっき言ったみたいに人間の赤ちゃんの脳は3段階でしかも生まれてから1年は急速に発達して2倍になるわけですね。その成長を助けなくちゃいけない。だから脂肪が必要なんです。でも脂肪だけでは助けられません。脳というのは私たち成人でもですね脳の重さは 体重の2%しかないんですが摂取エネルギーの20%以上を脳の維持に使ってるんですね脳というのはだから非常にコストの高い期間です成長期の赤ちゃんというのは摂取エネルギーの40%から85%のエネルギーを脳の成長に回してますそうするとそのエネルギーをどっから持ってくるかというと本来ならばまあ、ゴリラならば体の成長に使うはずのエネルギーを脳の成長に回さざるを得ないわけですね そういうことをしているためにですね、体の成長が遅れるんです。で、これは成長の速度、成長速度のグラフなんですね。X 軸には年齢が書いてあります。縦軸には1年間に伸びる身長の割合が書いてあります。成長速度です。生まれたときはどんどん大きくなります。でもさっき言ったように脳にエネルギーを取られますから身体の成長はどんどん遅れるわけですよ。 成長速度がどん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 ん遅くなって、そして脳の成長が緩やかになる12歳から16歳ぐらいで、脳に過大なエネルギーを送り届ける必要がなくなって、今度はそのエネルギーが身体の成長に回ります。だから身体の成長速度がクンとアップするんですよ。この時のことを思春期スパートと呼んでいます。女の子の方が2年、男の子よりも早いです。 男の子の方が女の子よりも成長の速度のピークが高いですこういう男女の違いがあるんですが両方ともにこのピークがあることは間違いないで、この時期は実は非常に重要な時期なんですね脳の成長に身体が追いつく時期ですそして繁殖力を急速に身につける時期そして自分が社会に出ていくために学習によって社会的な能力を身につけなければなりません ここれを急速にこの時期やらななくちゃいけないわけけわですねそのことによって何が起こるかというとこれは日本の厚生労働省が出した年齢別死亡率なんですね、X 軸は年齢です、で縦軸に体数弱で死亡率が取ってありますで、生まれた時の赤ちゃんというのは死亡率高いんですね、皆さんも経験的にご存知だと思いますが、それが親のケアが行き届くことによってどんどん死亡率が下がっていきます。そして 12歳から16歳ぐらいちょうど脳の成長が止まり緩やかになり体の成長が加速するときになるとだんだんと今度は死亡率が上がり始めます親の目が離れるからねそして先ほどの春期スパートを越えたあたりで実はピークがくんと上がるんです男の子の方のピークの方が高い女の子の方のピークの方が低いでも両方ともピークがあります これは何を意味しているかというとその思春期の時期をうまく乗り越えられない若者が多くて野心的な試みに挑戦してトラブルに巻き込まれたりあるいは精神的に病んで自殺をしたりということによって死亡率が高まるということを示しているわけですねだからはっきり言えば離乳して大人と同じものを食べられるあの時期そしてこの思春期スパートの時期という人間の子どもだけが持っている時期を大人たちは支えなくちゃならなくなったわけです。 脳が大きくなったらゆう,うにですなんでこんなことが起こったのかというと実は直立に速歩行という変な歩行様式が脳が大きくなるずっと前に完成してしまったからなんですねそのために人間の骨盤はお皿状になりました上半身の重さをくてもなくちゃいけないからねそうすると3度大きくできませんだからあらかじめ頭の大きな赤ちゃんを産むことができなくなっただから小さな頭の子供を産んで胎児の状態で産んで そして生後急速に脳を成長させる必要が生じてきたわけですねだからあんな変な3段階の脳の成長パターンを編み出したわけですでそのために人間のお母さんはできるだけ大きな頭の子供を一生懸命産もうとして難産になりました自分では子供を産めない産婆さんが必要そして出産には長い時間がかかりますこの時期肉食獣にも狙われるそういう危険な時期ですよねそのために 実は人間の社会はある工夫を巡らしたわけです人間の子どもは早い離乳と遅い成長に特徴づけられますこの離乳期と思春期という2つの大事な時期をみんなで守り育てるために共同保育が必要になりましたお母さんだけででは保育ができないだからお母さんではない大人たちあるいは年上の子どもたちが寄ってたかって子どもを育てなければ頭でっかちの ひ弱な子供をたくさん育てることはできなかったはずですそこに人間の赤ちゃんがよく亡き笑うという特徴が出てくるわけです実は人間の赤ちゃんはこういった共同保育にがずっと昔に起こったという証拠を示してくれているわけですね泣くのは自己主張です人間のお母さんはすぐ赤ちゃんを離してしまうわけですよだから赤ちゃんはお母さんから離れて自分の不満や不具合を訴えなくちゃならないゴリラのお母さんは一年間赤ちゃんを離しません だからゴリラの赤ちゃんは泣く必要がないんです。なんか副題が生じたらちょっと身動きすればいい、低い声でぐっとうなればいい、お母さんは気づいてくれます。でも人間の赤ちゃんは他の人の手に渡ったり、あるいはどっかに置かれちゃうんですね。だから本気、本気、本気と泣いてですね、自己主張しないといけない。でも泣くだけではなくて、お母さんではない他の人に抱かれてもにっこりと笑います。これは天使の微笑なんですね。そしてこの微笑にみんな騙されます。血縁関係もない。 自分の子供そういうふうに人間の赤ちゃんは生まれついてくるんですだから人間の赤ちゃんは生まれつき共同保育に適するように生まれてくるわけですで重要なのはですねこういうふうに、まあ、いろんな人間の特徴が時代ごとに順番に現れてそして社会の特徴として重要な家族の形成というのは脳の 増大とととともに現れたんじゃないかといかうことです先ほど申し上げましたように脳が増大するに従って子どもの成長に変な時期が加わるようになりますあの時期をほっとくと子どもは成長できないだから家族として子どもの成長を助けそして一つの家族だけではない複数の家族が集まって共同体を作り共感力を発揮して自分の子ども以外の子どもを共同で子育てをするということを始めたんじゃないかそれが家族の始まりだろうというふうに思っています で実は家族というのは人間にしかないんですねいやそうじゃないと鳥もつがいを作って仲良く過ごすじゃないとおっしゃるかもしれませんがそれは鳥は卵性で卵を産み育てるという性質を持っているからできることなんですね卵というのはお母さんのお腹の中に数時間から数日しか入ってませんで生まれちゃえばお母さんが温めようがお父さんが温めようが孵化するんですよだから割と簡単にそれはできます でも人間の場合は人間は哺乳類ですからお母さんのおなかの中に赤ちゃんは胎児として何ヶ月もいて生まれてからもおちゅうやって育てなくちゃいけませんからこれは鳥とは全然条件が違いますそういう哺乳類で家族というのはほとんどできないいやそうじゃないオオカミやキツネは仲良くつがいで子どもを育てるじゃないかとおっしゃるかもしれないでも彼らは肉食なんですよ毎日ご飯を食べる必要はないだから子どもを安全な隠れ家に残して 親たちが食物をを探ししにに行っっって帰ってきて吐き出しててそそれれれ持帰きき吐出子もややばででで済むでも人間間は猿猿類似の仲間なんですだからさっきも言ったように毎日毎日食事をしなくちゃいけないそのケアをしなくちゃいけないそういうケアをしながら夫婦で子どもを育てるということはありえないことなんですだから人間も夫婦だけで子どもを育てていません家族というのは複数集まって上位の共同体を作るということをやってるわけですで実はこれが難しいんです 家族の論理と共同体の論理って実は違うんですね家族というのは実はエコヒーいーをする集団なんです自分の子供が可愛いい子供にとっては自分の親が大切だという感情を常に持っていますでも共同体というのは平等ですよねみんなが当分に負担をするというのが共同体の論理です何か助けてあげればお返しが来る何か助けてもらえばお返しをしたいと思うそういう気持ちによってつながっているものですそれは家族とは違います家族はね 集脱が当たり前なんです親は子供は親からお金をもらってもお返しをしませんそれは当たり前だからですねでも共同体はそうじゃないでしょそういう論理の違いを同時に実現することができないから人間以外の霊長類の社会というのはどっちかなんですゴリラは家族的な集団しか作りれませんその上位の集団はありませんチンパンジーは家族がなくて集団だけですそういう集団しか作れなかったんです一つの論理一つの集団なんです 人間は集団に2つの論理を重ね合わせたこれは非常に高度なものでありこれは共感力を高めなければできなかっただろうと思います人間の持つ普遍的な社会性というのはですね高社会性五周性貴族性というですねこの3つだと私は思います共同体の内部に複数の家族がある家族というのはもともと見返りのない奉仕を原則とするものですそして共同体は家族間で お互い対等な立場でやり取りをするものですよねそういう共同体あるいは家族に私たち人間は一生貴族性を持つアイデンティティを持つでそれを持つことによって実は逆にいろんな集団を渡り歩くことができる私たちは由来の不明な人をすごく不気味に思うわけですねどこから来たか分からないでも私は例えば長崎のこういう町の出身です私はあなたの知っている人の近くにいた家族の出身ですといえばそれは 信頼をるる大きなな一歩になるわけですね相手の素性を知るそのために由来貴族意識を表現するということは人間がいろんな人たちと付き合うために必要ですで今現代は家族が崩壊し始めていると言われていますこれは私は大きな危機だと思うんですね何もその家族が現代の社会のシステムに合わなくなったからではないと思います実は現代の あるいは近代と言ってもいいんですが科学技術は個人の自由あるいは個人の利益を最大化するように作られてきましたそれが結果として家族や共同体をだんだん弱体化させているんだろうと思いますその最大の原因は急激なコミュニケーションの変化にあると私は思っています先ほど申し上げましたように言葉というのはまだ人間は使い慣れていませんですから いろんなトラブルが生じるで私たちがいまだに信頼に至る集団というのはせいぜい人人から160人の範囲にとどままっていますで。それをインターネットはあっという間に数万数百万という規模に広げました私たちは顔の見えないフェーストゥーフェースのコミュニケーションを取れない相手と日常的に救わざるを得なくなっているわけですねでそれによって私たちは信頼関係を作れなくなっています 普段信頼関係ににあるる人間にも不安を抱き始めているわけですつまり相手がどういう人間と付き合っているか背後にどういう仲間がいるか分からないからですそしてもう一つ言えば個人の評価が拡大をして個人の利益というものが生きるための目標になりました私たち人間の集団というのは動物の集団と違うのは集団のために何かをするということです動物はそういうことはしませんチンパンジーもゴリラもそういうことはしません 彼らは自分のためにあるいは血縁者のために何か行動を起こすわけですね私たちはまだ見たこともない人が含まれている集団のために何かをしようと思うそしてそういったことをする自分を美しいと思うわけですねそういう変な感情を抱くのは人間だけですなぜそういうものが生まれてきたかというと先ほど言いましたような人間の共同体というものに多分原因があるんだろうと思いますしかし今随分その形が変わってきました 個人の評価が拡大し自己実現が目標になり自己責任がそれに伴わなければならないと考えられるようになりましたそして一番信頼のおけるフェイストゥーフェイスのコミュニケーションで作られた家族というものがだんだん崩壊し家族同士のつながりも消失してきましたこれは少子化に伴う現態かもしれませんでもそうすると食事を一緒にして信頼感を高めるような行為も減ってきたわけですね コンビニが増え、電子レンジができ食事を作る時間が省略されて個人の自由な時間ができただけど実は信頼というのは時間を節約して作られるものではないんですね実は時間をたくさん使うことが信頼関係の構築につながります私はあなたのためにこんだけ大切な時間を使ったということが信頼関係の第一歩なんですねそれを近代の社会の方向性というのは効率化、化経済化によって、むしろ、 後ろろの方に追いいっってしままたんだろうと思います私はですねやはり子育てというのは経済化も機械化もできないものだと思います子どもの成長期間というのは決して縮めることはできませんそのために時間を私たちは費やさなくちゃいけないわけですねそして子どもが少なくなり家族が崩壊してしまうと集団原理だけの社会になりますこれは突き詰めれば猿の社会にだんだん戻っていくということになります 何かトラブルが起これば優劣を決めて勝敗をあらかじめお互いが認知してトラブルを避け合うってことが一番簡単で効率的なやり方ですからまあ言うならば格差社会ですね初めから勝負を決めちゃいましょうっていうふうに傾斜していくのが当然だろうと思いますそうすると我々が何百万年もかけて築き上げてきた共感能力を発揮する場所がないわけですねそうすると信頼関係は消失し なおかつ自分の利益が得られない共同体に属している必要性がなくなって共同体にアイデンティティを持つことができなくなりますそして自分に利益をもたらしてくれる仲間だけを求める集団へと変わっていきますのでその集団は閉鎖的になっていくと思いますそれが今の日本社会のたどり始めている道なのではないかというのが私の持っている大きな懸念ですそれはゴリラのの社社会会と人間の社会を比較する中から だんだんと明らかになってきたことです今日のお話は終わりますありがとうございますカルチャーラジオ人間を考える人間へのメッセージ第1回今回は京都大学総長で霊長類学者の 山際十一さんにお話しいただきましたカルチャーラジオを終わります